起きろ。目覚めたようだな。誰やお前、ここはどこやねん。まあまあそんなに焦るな。ここはカラフルな世界、プッシュポップワールドにお前を閉じ込めた。俺が何かしたっていうんか、なんでこんなことすんねん。決まってるじゃないか、君を楽しませるためだよ。おいおい、なんやねん、俺これからどうしたらええねん。このプッシュポップワールドにはいくつか仕掛けがある。運よくここから出られる可能性もあるぞ。そこに私の助手を用意した。助手の指示に従ってプッシュポップワールドを存分に楽しんでくれ。こんな時にお腹減ってきた。お腹減りましたか？ほんまのリアルの方でお腹減ってます。あ、そうなんだ。今日昼休み1個もなかった。かわいそうな子かわいそう。じゃあここはね、あのプッシュポップのミステリーワールドだからね。やったー、やったー。でね、第一のステージがね、はい、上にぶら下がってる星たち。あ、この邪魔な可愛いやつね。はい、いろんなお菓子とつながってるんだけど、うん、全部食べさせるわけにはいきません。サイコロをね、振ってもらって、はい、出た数だけ食べていいよ。いいよ、いいよ。もしかしたら外れのものもあるかもしれないから気をつけてね。それ早く言っとってもらわんと。外れのものがあるんやとしたら6は出したくない。いきます。はい、はい。やけんた、ちょっとやっば。5。じゃあ黄色引きます。はーい。いやー、すごい、ハルモートが出てきました。おめでとうございます。やったー。食べていいんですか？どうぞどうぞ。やった。え、何この楽しい企画。楽しい。楽しいね。やっか。はい、やっぱ赤、もうずっと邪魔なのこれあるから。あ、なんか出てきた。スタッフが心を込めて作ったお返しハートって書いてる。お、スタッフ特製の。え、見ます？あ、そっか、見るわな、それは動画見てるんよ。今度地球グミじゃないですか。私特製の地球グミです。え、作ったんですか、地球グミを？そう。じゃあ、いきます。いただきます。はい。やりよったな。地球グミのあのいちごソースが全部デスソースになってらっしゃるから。当たり。当たりじゃないのよ。あなたやりよ。ちょ、ピンクにしよう。これは絶対可愛いよ。おやだ。出て。ありがとうございます。ちょっとハリボーはもう早く食べたい。じゃあ次は邪魔やからこれ行こう。ロープグミですよ。なんか食べてるもんグミとかばっかで、ちょっと全然ご飯とかじゃないんです。食べました。美味しかった。もういい、ちょっと待って。今見えた？今。そうだよ。なんや、びっくりした。ハズレって書いてるじゃないですか。ということは？なし。うわあ、よかった。第一のミステリーゾーンは終わり。イエーイ、乗り越えた。マジで赤だけやったな。ではでは。はい。第二のミステリーゾーン。なぬ。壁にある。はい。ボタン。今度はね。はい。食べ物じゃなくて面白いイベントが発生するかもよ。なんだって？これもサイコロを振った数だけ。押せるよ。どうぞ。これ。お、お。
ちょうどいい。3。よーし。もうね、もう決めてるんですよ。もうずっと見てるこいつ。はい。ポチッ。なんか上から降ってきましたけども。なんかカプセルが出てきました。おい。何5秒ゴワス10分間え、そんなんできないでゴワス。ほんと、はい、じゃあ10分一応測っとくね。じゃあこいつ押そっかな。緑、おい、こっち、じゃあ開けます。 OK、 あれ、出てきました。あれ、そんなんゴワスにしてますから、もともと消えてるでゴワスよ。危ないでゴワスね。これ取っちゃったらね、もう伊賀くんとかになっちゃうでごわすからね。伊賀くんになっちゃう。危ないでごわす。ラスト1個ポチッ。紫ごわす出てきた。あっぺっ、出てきた。よいしょ。これはなんじゃ俺。母親への感謝の気持ちをツイートする。ちょっと待ってくれ。恥ずかしい。ちょうどっていう言い方あれなんだけど、公開日が母の日の近く。ちょうどじゃねえ。全然ちょうどじゃねえ。それはじゃあちょっと呼んでもらって。お母さん、いつもありがとう。お母さんはどんな時でも味方になってくれて、どんなことでも応援してくれて、お母さんの子供に生まれてよかった。俺こんな言えないでしょ。これ逃げい、よいしょって感じでした。はい、第2のミステリーゾーン、これで終わりです。イエーイ。じゃん、いよいよこれで最後の第3のミステリーゾーン、はい、考えました。お、ありがとうございます。第3のミステリーゾーンは今座っているところの中に、はいはい、謎解きが3問隠れてます。あ、このそういうために使うやつなの、これ。あるやん。あ、いや、すぐ出てきたけど今これ。あ、第2問って書いてる。いや、でもめくったからには第2問ちょっと答えちゃおうかな。第2問、知識はいらない謎です。四季一四季一はどれ、ん、日本語大丈夫かこれ。四季一四季一はどれ。1八、二、キリン、三、イカ。イカでしょ。わかんないけど。知識はいらない謎です。はい。IQ が、今もうね、働いちゃった。知識はいらない。知識はいらない。ゴアスが終わりました。あぶねえでゴアス。やってなかったな。知識を消すとイカはどれ。いや、合ってたやん知識消す前から3イカって言ってたのに合ってた。なんか適当に言ったやつが合ってました。やったー。全部の謎が解けたら、もしかしたら目の前にある宝箱、これが開けられるヒントになるかもしれない。それを早く言ってくれないと。確かに存在してたけど全然気づいてなかった。出てきました。それは第3問。これはね、わかりました。お、これヒントがいっぱい隠されてて、はい、4文字で飛行機じゃん。飛行機の絵が描いてる。飛行機でしょ、はい、飛行うやから、これうです。2個目はうね、みたいな感じでやるんですよ。こうやったら、そうだやから、そう。で、これは、ラクダやから、く。で、なんでこれ一番最初に解かんかったかって言ったら、こいつだけ何かわからなかったの、このイラストが。馬なのか、ロバなのか、ウソク。ということは、これ、ロバですわ。お、ロウソクです。お、ロウソクでございます。正解です。ありがとうございます。じゃ、ちょっとまだ開けていきます。ここだ。お、出てきた、ほんまに。第一問、ついに第一問。来ました。四角に入らないのものは、玉、人、る、き。
わかりました。お、やっぱどうし、え、俺頭いいのかな。これに入らないものはっていうのはこれ漢字なんですよね、きっと。お、だから、はい、これとかやったらいいやとしたら、囲むっていう字がある、固いっていう字がある、はい、困るっていう字がある、はい、これはなんだ、こんな字はね、あるよ。え、あれあるの。え、俺頭いいのかな。団長の団とか。ああ、団だ、はい、国語の国、囚人の人、4、数字の4、はい、こいつは何ぞ、何ぞ、こんな文字はねえんだよ。ということで、この4が入らないものです。答えは4だ。正解。正解。ないかな。もうなさそう。はっはー、木、イカ、ろうそく。黄色だ。おお。ってことは、こいつが脱出への鍵じゃ。おお。開けます、どうぞ。ありました、鍵。ということは、これでこれがおそらく開くと、というのをちゃんと見せないといけないから、これをもう一回両手にして、そしてこの鍵で俺は解放されるような感じを見せるのが、よし、開いたぜ。やったー、ありがとうございます。プッシュポップミステリーワールドはどうでした。いやー、これもうずっと降りたい。なんかめっちゃ楽しいんですけど。楽しかった。皆さんもこれお家でやって何時間かかったんでしたっけ、作るの。6時間ぐらい。はい、6時間かかるんですけども、こちら家で作ってみたいなと思ってくれた方は、グッドボタンとチャンネル登録と、そしてコメントよろしくお願いします。他にも楽しい企画たくさんたくさんやっておりますので、皆さん見てみてください。待ってるよー。一緒にブラ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 ブしちゃって、ドキ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 。